まだ久しぶり。元気だった？お姉ちゃん、なんで私の LINE を知ってるの？10年前に家を出た時、連絡先は全部変えたのに。そっか、もう10年も経つんだね。マナが出て行ってからずっと寂しかったよ。よく言うよ。私に出て行けって言ったのはお姉ちゃんたちじゃない。私が大学進学を目指していたら、まずは大学に行っても意味がない。で、お父さんお母さん、そしてお姉ちゃんの3人で妨害したじゃない。妨害なんてそんなことしてないよ。私はみんなのためを思って大学進学を止めたの。は？その時も言ったでしょ？大学はサークルに入って友達や恋人を作る場所なの。ブスが言ってもお金の無駄になるだけだよ。私はお姉ちゃんみたいに遊びに行くんじゃなくて学びたいことがあるから進学したかったの。弁護士になる夢を叶えたかったの。遊びに行って何よ。私は恋人作りのために毎日頑張って通ってたんだから。その結果、既婚者の大学教授と浮気して、それがバレて大学中退だよね。お姉ちゃんの方がお金を無駄にしていると思うけど。無駄じゃなかったもん。私は大学で真実の愛の難しさを知ったの。あんたにはわからないだろうけど、運命の人と添い遂げることはとても難しいことなんだからね。それ大学で学ぶ必要のないことだよね。本当、お父さんたちもお父さんたちだよ。こんなお姉ちゃんの学費は払ってくれるのに、私には、ブスに払う金はないって、学費の援助もしてくれなかったし、その結果、あんたはブスの仲間のおばさんのところに逃げたんだよね。おばさんには本当感謝しているよ。私の学費を援助してくれた上に、学生時代は部屋も貸してくれた。おばさんがいなかったら、私、大学進学できなかったと思う。おばさんも未だに、独身のかわいそうな人だもんね。会社経営してるみたいだけど、独身の時点で女として終わってるよね。おばさんのことをそんな風に言わないでよ。私は実の両親より尊敬しているんだから。ブス同士かばい合っててウケる？10年ぶりの連絡だけど、お姉ちゃん何も変わってないね。用事がないならもう切るよ。 LINE もブロックするから二度と連絡してこないで。あー、待って待って、用事ならあるの。あんたに伝えないといけないことがあるのよ。伝えないといけないこと？あんたさ、結婚するらしいじゃない。しかも弁護士の人と。なんでそのこと知ってるの？お母さんがおばさんと電話してるの聞いたんだよね。ブスのくせに。弁護士彼氏なんて頑張ったじゃん。大学のゼミが一緒で、同じく弁護士を目指していた人なの。結婚して私は彼のお家に嫁ぐつもり。結婚式はするつもりないし、お姉ちゃんや両親に会わせるつもりはないからね。ああ、それは大丈夫。私も彼氏さんに会ってるから。は？ハルト君、顔も整ってるし、優しいし素敵だよね。しかも弁護士とか超最高。会ったって言った？お姉ちゃん、ハルトと会ったの？うん。それで私たち結婚することになったから。あ、ちょっと遊ぶつもりで声かけたんだけどさ、意外と私のタイプだったからそのまま奪っちゃった。しかも昨日妊娠が分かったし、結婚することにしたの。妊娠？ちょっと待って、お姉ちゃん、ハルトと浮気してたってこと？しかも結婚って、私、ハルトから何の話も聞いてないんだけど。私が何も言うなって口止めしてたの。お姉ちゃん、じきじきに教えてあげたくてさ。最低だね。私、略奪自慢したくて連絡してきたんだ。10年ぶりの連絡が、略奪報告って超面白いよね。びっくりした？ああ、それとも、彼氏を奪われて泣いてんのかな？ごめんね。せっかくブスが頑張ってゲットした男なのに。二人はいつから付き合ってたの？半年くらい前かな。街中でナンパしたらあっさりついてきてくれたよ。まあこんな美人に声かけられたら仕方ないよね。そっか、お姉ちゃんのナンパに乗っちゃったんだね。そこから何回かデートして告白されて、昨日めでたく妊娠発覚的な。信じらんない。私との婚約期間だっていうのにお姉ちゃんに告白なんて。ハルト君もブスな女より可愛い子と結婚したいよね。そんなに責めないであげて。より素敵な人を選ぶのは動物の本能なんだよ。人間には理性というものがあるはずなんだけどね。さすが本能ばかりで生きている盛った動物は言うことが違うわね。は？最近ハルトと連絡取りにくいしおかしいとは思ってたんだよね。休みの日なのに電話に出ないこともあったし。ごめんね、私とデート中でした。そうだったんだね。
アルトくん、いつも美味しいお店に連れて行ってくれるの。経費で落ちるからって何でも買ってくれるし、ほんと弁護士って最高な職業だよね。え、経費？弁護士の旦那さんを見つけて将来安泰。ブスが必死で働いてる間に美人で私は優雅に専業主婦生活楽しんでるわね。あんたから彼氏奪うのなんて超簡単だったわ。私も彼をクビにするのは超簡単だけどね。え？まさかハルトがお姉ちゃんと不貞を犯していたなんて、事務所の信用も下がるし、解雇処分を検討しないとね。は？解雇？なんであんたがそんなこと決めるのよ。ブスにそんな権限あるわけないでしょ。ブスでも事務所役員には権限があるんだよ。え？事務所役員？お姉ちゃんは知らないようだから教えてあげる。私ね、無事大学を卒業して司法試験も受かって、今は弁護士として働いているの。だから何よ。私は勉強なんかしなくてもね、楽して弁護士の旦那を手に入れたんだから。私とハルと同じ弁護士事務所で働いているんだけどさ、事務所所長がおばさんなんだよね。え？おばさんってあの独身の？あんたのブス仲間のあのおばさん？そう。大学進学でとーってもお世話になったおばさん。会社経営してるんだけど、その会社って弁護士事務所のことなんだよね。そうだったの？それで私は大学進学後にそのままおばさんの会社に就職したの。弁護士として毎日鍛えられてるよ。だからってなんであんたが役員になれるのよ。まだ全然若いじゃない。おかしいわよ。おばさん独身で子供がいないでしょ。だから後継者をずっと探していたんだって。あ、もしかして。そう、お察しの通り、私が次期後継者なの。私は弁護士事務所の傍ら、会社経営についても学んでるわ。いずれここの所長になるからね。嘘でしょ。ブスのくせに会社経営とか調子に乗ってるんじゃないわよ。調子になんか乗ってないわよ。今まで地道にコツコツと頑張ってきた成果だから。おばさん身内でも厳しい人だし。まあいいわ。ブスは結婚もできないから自分で稼ぐしかないもんね。養ってくれる人もいない、かわいそうな人たちなんだし、会社経営でも弁護士でも何でもやれば。立ち直り早。ブスのくせに私に勝ち誇ってるんじゃないわよ。逆に働いてる方が負け組だってことにまだ気づかないの？私は弁護士の夫と結婚して優雅に暮らしていくんだから。ブスにはできない美人の特権よ。はいはい、どうぞお好きにしてください。でもお姉ちゃんの旦那さんはこれから無職になるし、多分弁護士バッジも剥奪されるからね。え？弁護士としてあるまじき行為だもの。それ相応の処分を検討します。ちょっと待ってよ。弁護士バッジ剥奪って、え、弁護士の資格がなくなるってこと？そういうこと。なんだよ、彼はブスのあんたを振っただけ、それで弁護士資格を失うなんて馬鹿げてるわ。お姉ちゃん落ち着いてよ。浮気したから処分するわけじゃないわ。じゃあどうしてよ。会社のお金を私的に使ったからよ。え？さっき何でも経費で買ってもらえるって言ってたよね。私的流用で犯罪行為です。横領罪って聞いたことある？これに該当するのよ。ちょっと待ってよ。そんなのみんなこっそりやってるわよ。略奪されたからって彼にだけ厳しすぎるわ。みんなって誰？少なくとも私のおばの会社では絶対に許しません。しかも弁護士資格を持っているにもかかわらず、何が悪か判断すべき人が率先して犯罪行為なんて、厳しく処罰して当然ですから。でも弁護士資格を失ったらどうするのよ。ハルト君困っちゃうよ。知らないよ。自業自得でしょ。別の仕事でも探したらいいんじゃない？は？あんた彼にも婚約者でしょ。助けてあげようと思わないの？お姉ちゃんと浮気して子供まで作ったクソ男なんて知りません。どうなろうと知ったこっちゃないので。待ってよ、私ハルト君と結婚するの。お腹に子供だっているわ。彼が無職になったら誰が私のお腹の子供を育てるのよ。お姉ちゃんも働けばいいじゃん。それか大好きな両親に援助してもらえば。そんなのもうできないよ。お父さん株で大損しちゃって貯金がもうほとんどないの。え、そんなことになってたんだ。あ、そうだ、私はハルト君との結婚譲ってあげるよ。なんだったらお腹の子供もあげる。だからうちに援助してくれないかな。あんた次期社長なんだしいいよね。はい。
ああ、むしろお腹の子供はおばさんに譲った方がいいかな。寂しい独身生活がきっと賑やかになるよね。だからお願い、私たちのこと見捨てないで。知らないわよ。それじゃあね。お願い待って、ならせめてハルト君のこと処分しないで。弁護士の資格を奪わないで。そしたらもうあんたに連絡しないから。落ち着いてお姉ちゃん。会社処分は免れないけど、弁護士資格の剥奪は重くても期間限定処分だから。未来永劫弁護士になれないわけじゃないよ。え、そうなの？なんだ、驚かせないでよ。じゃあ処分期間は夏休みみたいなものなのね。育休にちょうどいいじゃない。相変わらず切り替え早いな。処分はいつか開けるけど、一度処分にあった弁護士を雇うような事務所は全国を見渡してもほとんどないからね。え、よかったね、弁護士の旦那さん捕まえられて。それじゃ優雅な結婚生活を楽しんで。お姉ちゃんの LINE を即ブロックし、私は社長でもあるおばに全て報告しました。おばはつい口が滑って実家の母に伝えてしまったと私に謝罪をしてくれました。そしてその後、社長であるおばは春人を解雇処分とし、弁護士会からも処分を与えられたそうです。おばの情報によると、お姉ちゃんと春人は結婚したそうですが、春人は未だに再就職できずにいるようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。